フグ鍋え手切り完成ということで開けよう。3、2、1、オープン。見てめちゃくちゃうまそう。はいはい、マイドアキボーでございます。ということでね、本日も楽しく晩酌、今日はお初ですよ、お初。うん、ということでちょっと待って、この辺いっぱいあんねんけど、とりあえずまず一杯目のビールいっておきましょうか。ということでブシュッと開けて、今日もね寒い中ビールでいってみましょう。ということでジャラッと入れて、ではでは皆様本日も乾杯でございます。お疲れ様でございました。乾杯。あーうまっ、最高やな。うん、ようで今日は何を隠そう、見えとります。もうさっきメイン食材見せるわ。フグフグてっちりでございます。これフグでございます。フグめっちゃうまそうやろ。フグの身私大好きなんですよ。これめちゃめちゃええ感じでしょ。これうわ見えてる、ほら見て、美味しそうでございましょう。ようで、あー危ない危ない、落ちかけた落ちかけた。ようで今日はフグでございます。で一応野菜はね、いつものごとく爆盛り野菜にお豆腐がありまして、今日はございます、マロニーちゃんでございます。ようでね、うん、一応こんな格好で、初めて使う土鍋、土鍋の方が味が出るかな思って、ようでちょっと待ってなんか前がいっぱいなってんねんけども、でちょっとその前にこのタコの、指切りっていうの、こういうタコのね指切りいっときます。なのでチャラッと入れてね、えフグなんか食べるの何年ぶりよ私、ほんま久しぶりやわ。ということで、ね、まずはこのタコのお作りっていうの、こんなねお刺身、これを酢味噌でいただきます。こんな格好でございますね。いただきます。うん、うまいな。うん、これ昔よく食ってたんよ。うん、最近はあんま食べへんけどな、酢味噌つけたらうまいやんこれ。うん、うん、うまい。おいしい。あーそう、でも早速やからお鍋さっき入れていこうね。まずこう土鍋パカッと開けて、もちろん今日はお湯に昆布入っております。ということでちょっと待って、昆布先取ろう。昆布をね、昆布を先取ります。昆布取っとかんとね、一応これだ、何ていうの、だしは出てると思うんです。だからあとはさっきもうね野菜入れて、でそっからまあ野菜ちょっと入れておこうか。野菜をちょっとこう入れていきますね。野菜のこの硬いところも先入れていきますね。ダバッとこう、よっしゃー、ええ感じ、ええ感じ。野菜はたっぷりやで、野菜たっぷりで、てっちりてっちりてっちりなんか何年ぶりこれ。今日ね万代さん行ったんですよ。あ、ちょっと待って、豆腐入れ、豆腐手で失礼。万代さん行ったらね、そのてっちりのセットになっとって、でこれがさセットになって1980円やったから約2000円。まあそれはしゃあねん、そのぐらいするやんか。まあな、てっちり思わず見た瞬間、うわてっちりやとか思って、今日はもうてっちりに決まりとか思って、うん。いうことでこんなもんでいいっすか。ちょっと入れといて、硬いところとかあるからね、さっきもこの硬いところとかさっき入れときましょうか。白菜のね硬いところとか入れて、ちょっと彩りも添えるか。こんなカットでいいかい。よっしゃ、このもんがもうちょい入れる、もうちょい入れるか。ちょっとねしなってくるからな、さっきこう入れといてやな。ほいで沸騰してきたところにこのフグの、あフグのあれやな、こっちのアラの、あいやでもいや沸騰してきたところに入れよう。だからとりあえずはとりあえず熱いって、蓋今持とう思ったら熱かった、熱いって付近でボットガンと、うん。ということでこれでちょっと様子見よう。でその間に今日はまあタレを作るというか、もうタレはねもうてっちり言うたら、まあ、フグ言うたらもうポン酢やん。だからポン酢でいこう。ポン酢チャラッとポン酢入れて、でここにネギ、もうシンプルな感じでおネギ
もうそれだけ。うん、だからよっこらせ、よっこらせ。シンプルな感じでもね、いつもの爆盛りのネギ、ネギ、ネギをこうダワッと入れて、もうこんなもんやな。これで今日は行きましょう。あとはまあ七味ぐらいやな。いうで今七味持ってきました。七味七味。よし、ちゃーっと入れて。だからもうポン酢にネギ入れて七味入れて、もう本当にあの味のシンプルな今のポン酢でいただきます。そういうことで、ほんならまあこれはちょっと置いといて、これもちょっとこう置いといて。でこのタコさん、タコさん、タコさん先いただこうか。タコさん、タコさん、タコさんウィンナーってちゃうっちゅうの、いただこう。うん、うまい。こういう何気ないお作りこれ湯引きしてるからお作りじゃないけどもさ、これうちの親父好きやね。うん、うまいな。ベイブ、ああいつものガラスの鍋とちゃうから今日ちょっと中見えへんから、もうええがいちゃん、ちょっと開けてみようか。よっしゃ、開けてみよう。ちょっと待って、ちょっとここでこう何だよ、つけといて、あな、もうでもあれやな、あええー、感じの分量になってるやん。ほんでここで沸騰してきたところにフグをパパパと並べて、でそれでいただきましょう。この何ていうの、蓋閉める時のこの音が何とも言えへん。どうへん、土鍋もうほんまに何よ、あのお鍋やってるいう感じやろ。ということで楽しみやな。うん、あビールないわ、ビールないから、もうさっきちょっとタコちゃんでビールいっぱいあげと。うん、ビール取ってきます。ということでビール取ってきました。取ってきてプシュッと開けてビール入れておきましょう。うわ、もうええ感じやん。えらい沸騰してきてんじゃん。ちょっと待って、開けようか。ちょっと開けて、でしゃー、うわー、ええ感じや。ええ感じでちょっと火緩めて、うわ鍋いう感じじゃん。わうわ、ちょっとお鍋変えるだけであれやな、あの気持ちが変わるな。ほいでここにいきますね。ちょっと見にくいな、あのこっち側アラやから、まあアラも入れておこうか。アラもちょっとこの辺入れといて、この辺ね、こうアラも入れといて、こういうアラも入れつつ、でこういうミーね、ミーミー、いやいや違うミーミーって何やった、あれブレードランナー、ロードランナーか。こういうミーな、ミー入れといて、うまそうやな、ええ感じやな。よっしゃ、でこれでもう一人出しさせたらいいんじゃんな。ちょっとこれで、でよっこらせ、これで蓋して、でこれでもう一人出ししたらもう完成やな。言うで楽しみやな、ほんまビールとか、もうこれだけでビールできるわ。あーめー、もうなんかぼちぼち吹いてきてるんじゃん。もう完成ちゃう、もうラムラでもいけると思うね。ということでお楽しみでございます。ということでフグ鍋え手ちり完成。ということで開けよう。3、2、1、オープン。見て、めちゃくちゃうまそう。うーわ、これめちゃ、これぞザ鍋いう感じやな。たまらんわ。ではでは早速いただきましょう。ちょっとね、火を緩めて、では早速いただきます。私、わあ、私って、うわ、これほら、早速フグ、ちょっと待って、フグもええんやけど、うわー、これうまそう。この野菜とかも入ってるし、ちょっとフグ、うわ、これフグの身でございます。で豆腐もちょっと入れておこうか。うわ、ええ感じ。ではでは、まずはせっかくやからこのトラフグからいっときましょう。これいただきます。フグフグ、うん、
フグの、すやすやフグってこんな味やったわ。うまいな、ビール。ああフグか、うまいな。うん、やっぱりあの何だろう、ちょいちょいお鍋やってて、いろんな最近鍋の出汁とかあったけど、この水炊きで、今日はまあ水炊きのフグやんか、うまいな。豆腐、あーんで、あ、ちょっと待って、フグと、フグと、あ、でもフグだけでいこう、もったいないし、フグとこう。うん、高級なもん食うてない感じやな。野菜もうまいわ。あ、ビールビールビール。ちょいちょい視聴者さんに言われとって、秋葉透明の鉄鍋で、あのガラスの蓋よりも土鍋使えや言うて言われとってんけどね、言われとってんけどね、別に上からですよね。で土鍋あってんけどね、ちょっと大きいかな思っとってん。でもいざこうやってやってみたらちょうどいい大きさやな。これ一応土鍋で言うたら3、4人前って書いとってんけど、3、4人前ちゃうちゃう、そんなんちゃうよ、そこまでは大切なあれはないわ。うん、ええ感じええ感じ、うまいなこれ。うんでやったけど、このなんつうの、出来上がる感じとか僕も見えへんやん、中フグフグ、これフグで、フグへフグ、ちょっと待って、ちょっと待って、見えへん、フグ、ほらフグフグ、フグの身、身、身、いやいや違う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 、フグフグと、あとこれ人参もあるわ、ほら人参、うわーこれうまいぞこれ、ええ感じやな。フグか、フグ食べたいなと思っとったんよ。ちょっとフグとちょっと白菜いってみようか、フグと白菜一緒にいってみる。フグやわ、あのてえてっさ言うたら、てっさ言うたらフグの身を薄く切っただけ。てっさとまだ部位が違うのかな、ちょっとそこらはあんま詳しくないから何とも言えないけど、でもあのテッサをバサーって取るあの大人食い、あれも一回やってみたい。50歳回ってやったことないね今まで。どっか行った時にはな、ちょこっとだけなんかつまんだような気はすんねんけど、そこまでの大人食いやったことないね。うん、あれはやってみたいな、あとでお会計が怖いけどでもあとも店でできへんな、あとも怖で。うん、でも土鍋でやったらやっぱ風流やな。うん、その何よ、気持ちが変わるな。ええわええわこれ。うん、土鍋でやるってええ感じ。あ、ちょマロニーもいいよ、マロニー、フグもいいんやけどマロニーも楽しみやって。マロニー最近食べてなかったよ、ちょっと待って、真ん中でできる、真ん中に入れようか。マロニーちゃん、マロニーちゃん好きですか皆さん。マロニーちゃんね、よいしょ、あ、フグあるやん、ここにフグこっち入れといて、でマロニーちゃん、マロニーちゃん透明やからな、マロニーちゃん結構増えるからね。うん、ちょっともう蓋せんのもいいやろ、ちょっとこのままで煮込んでみる。ということで早速いただこう。フグな、フグの身うまいな。どうしてもね、骨ついてるとこって苦手なんですよ。では何でしょう、この身だけのところは食いたいな。うん、でこの白菜の何でしょう、白いところの硬いところが柔らかくなったやつ、めちゃくちゃうまい。うん、でダメだ、あんまりこの火を強くなったら、なんていうの、土鍋やから鉄鍋とちゃうから火緩めてもすぐ緩めへんからね。え、土鍋ってなんていうの、
結構その何のよ、あの熱が伝わんのがね、あの伝わりにくいんやけれども、なかなか冷めにくいやん。そうで、もうマロニンちゃんええかな、ええかなっていう前にこの豆腐、豆腐ちょっとさっき言ったらブスッとついちゃう、ついちゃう、すいません、失礼なことしました、ついちゃった、ついちゃったはええけれど、ちょっと入れるとこや、豆腐ね、結構好きなんですよ、僕豆腐、こうね、豆腐こっち並べて、もう豆腐終わり、豆腐終わりでいいけど、で、マロニーじゃ真ん中あったよね、で、白菜とか、この辺マロニーじゃん、マロニーなー、マロニーうまいね、うん、で、今日も締めございますんで、お楽しみに、というわけで、まずビール入れるよ、ビール、いいか、よっしゃ、で、よっしゃ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 、で、豆腐もな、湯豆腐だけっていうのでも晩食って成り立つもんね、うん、僕大体あれですよ、動画撮ってない時は、大体あの晩は湯豆腐とかでね、湯豆腐とか、だし巻き豆腐とか、だし巻き豆腐じゃん、だし巻き、ま、卵、うん、とか結構食べてること多いんですよ。もうマロニーちゃんいけるかな、ちょっと試しで行ってみよう、マロニーちゃん、マロニーちゃん、マロニーちゃん好きなんですよ、ちょっとまだ芯残ってるか、うん、こうやって楽しみながら晩酌できるのがええよね、うん、で、うまいなー、この白菜とかこの辺やらかなっとるわこれ、うん、この一人でやってるから直箸でいけるのがええでしょ、まだこれ、うん、ねえ、みんなと言っとったらそんな直箸なんかできへんけど、うん、ええー、このポン酢に浸して食べる野菜がうまいわ、うまー、うまい、うまい、最高や、ええ感じやな。豆腐はね、時間かかるからね、こっち入れといて。もう野菜もなんですけど、ちょっと揚げとく方がええか。揚げて、さっき入れる。もう、あれ？ふわ、ふわあった。あ、ふぐちゃうわ。あれ？ふぐ消えた。あれ？これ白菜やろ。ふぐ入れようか。あ、ふぐ入れよう。ふぐ、あー、そうやな。もうちょっとあれやから。マロニーちゃんもちょっとあげようか。マロニーちゃん。この辺あったやろ。マロニーちゃんな。マロニーちゃんおった。ちょっと待って、マロニーちゃんおった。マロニーちゃん、これ、あち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 マロニーちゃん、もういけるやろ、マロニーちゃん。よし。マロニーちゃん。ほらほら、土鍋ってね、この火の加減が難しいねんな、これ。うん。ちょっと待って、もうさっきそこに、硬いところの野菜入れとくわ、これ。ね。硬いところの野菜全部入れとくか、いける、ちょっとな、ほいで、もう硬いところ全部入れてしまって、よっしゃ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 、でしめじとかもあるからこれ入れといて、で沸騰してるところやから、もうこうフグ全部入れとくか、フグの身全部入れとく、フグの身こんな格好やな、よっしゃフグの身、よっしゃフグのアラとかもこっち入れとくか、こんな格好入れとく、よっしゃ、これでちょっと煮立たそうか、よっしゃ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 、これでちょっと蓋するか、よっしゃ、ちょっと待っていける、いけますな、はいよ、ではこれでいただこう、うわーうまそう、いつまでて味噌だれとかね鍋使うけど、今日はもうあの何のフグやったらもうこのポン酢一色でいこう思って、うん、マロニーちゃん、ええ仕上がりになっとるわうん、うまいな、あったまるわ、うん、まあその何のあのだしの素使うのもええけど、シンプルにこの水炊きで、まあまあ、あの昆布だしは取ってるんやけども、水炊きで、まあ、
あの鶏肉も買おうかな思ってんけど、でも邪道かな思って、せっかくね手切りやんのに。あったまるわ白ネギ。うん、もう吹いてきた。やばいよ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 。よし、あげよう。もうええ感じじゃん。ほら見て、すぐできるやん、この土鍋。早いの早いの、土鍋。ええ感じ、ええ感じ。ほれこの辺、もうちょいこの辺蓋開け持って、うわー美味しそうに仕上がってんじゃん。ちょっとこの光景を皆さんに見ていただこうか。よっしゃ、ちょっと火を緩めて、このグズ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 の光景をちょっと見といてください。ちょっとこの辺に出てるでしょ。私その間に野菜いただきますんで、うん、野菜。うまいな。うん、うまい、たまらんな。でも野菜もできてるし、この辺もうええ感じ、全部できてるやろな。この辺の野菜がって柔らかいのできてるやろし、これはこっちがまだかな。この上から入れたんがちょっと失敗やったかな。これは絶対柔らかいわ、これは絶対柔らかい、うん、でよっしゃ、この辺いただこうか。でフグの身があれな、フグの身右どこだ、これや、これフグな、刺身のことはフグうまいな。うん、この何とも言えんプルプル加減、プルンプルン加減たまらんねえから、フグの身。うん、中国産って書いてあったけど、で一応トラフグってなった。トラフグって大きいんでしょな。このミーだけのところが好きやねん。ケンタッキーでも何でもせんけど、ミーのところが好きやねん。骨のところとんのめんどくさいから。めんどくさいっていうか、とんの下手やから。でもね、今日は、アラのところも入れてんやんか。あの骨ついたところ。あれなんでやねん言うたら、あとの、締めがあるな。その締めの、出し取り。まあまあ、あの、ミーがあったらね、いただくんやけれども、あのそうじゃなかったら出し取りもあるからね。おじゃあ、あーうまいな、うーんうまいうまい、ええ感じやな。すごい、ちょっと待ってよ、マロニー沈んだか。マロニー沈めてもうたかな、これ。ちょっとまずいか、マロニーじゃん。マロニーどっか行った、あれもう食うたんかな、マロニー。そうでもない。あ、これか、この辺か、マロニーちゃん。あーマロニーちゃん、あーこれ絡まってるやんか。しゃで、ちょっと待ってよ、この辺いけます。あ、マロニー固まってるやん。しゃ、わあ野菜やらかなっとるわ、これええー、感じ。うん、うわあええー、感じやな。ではフグいっときます。うん、これ外で食うたら1980円、2000円で収まれへんの、これ。まあまあ、野菜は別売りやからな。なんぼするこれ。5000円でも無理やろな。その辺、思っとったんですよ。焼肉やったら一人焼肉とかでもお店行けるやんか。でも、あの、一人鍋言うたら、何回か僕一人しゃぶしゃぶのお店とかちょいちょい行ってるか知らんけど、考えたら一人鍋で、その何ていうの、そういう一人鍋専門以外のところで一人鍋ってやったことないな思うて。うん、うん、適度に芯が残ってるよ、白菜うまいわ。うん、うん、うまいな。うん、ええ感じやな。でこれ白ネギ、これ白ネギね、白ネギで、白ネギに、わ、マロニーちゃんもおるやん。マロニーちゃんバラバラなっとんの、ほらほら。あ、これみに、あちゃ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 あちって、あっち行って、あっち行って。やっぱりこの鍋、てっちり好きですか皆さん。てっちり好きな人は好きだよな。前だいぶ前にあんこう鍋やったけど、あんこう鍋は僕どっちかで苦手やな。
うん、でもてっちりすぐうまいわ。あ、高級な味するわ。あー、うまちょっとほんなら野菜をちょっと中心に取ってみる。この辺できてる。あ、野菜結構あるやん。うわ、仕上がってる仕上がってる。うわ、野菜な、野菜野菜、柔らかくなった野菜、うまいもんなこれ。うわー、ええー、感じ、ええー、感じ。うわ、うまそううまそううまそうですやんか。ではでは、いただきましょうか。いただきましょういただきましょう。マロニーちゃん、マロニーちゃん、マロニーちゃん、結構探しとって、マロニーちゃん。うん、うまいな。白菜もほんまうまいな。うん、たまらん。まあビールなんや。うん、なかった。ビールや、ビールビール。ということで本日のビール、続いてはこののどごしゼロ。久しぶりにこれいってみようかな思って、のどごしゼロでございます。もう前にも何回か飲んだことあると思うけどな。うん、でも行ってみよう。最近いろんなビール飲んでるからね。よっしゃ、入れた、入れて、で、あ、ビールな、ビールっていうか中身がないわ。中身がないから、ちょっと待って、この辺、あ、これフグやな。フグと、フグと、あ、ちゃ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 ち、今熱いだ、当たったって。フグと豆腐と、で、というか身やった。身ないっすか。身はもうないか。身、あ、身これか、身この辺かな。よっしゃ、こう上げて、で、白菜もちょっとこう上げとく。硬いところな、硬いところ。うわー、このマロニーちゃんいっぱい乗ってるやん。このちょっと硬いところ、あ、ちょ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 、こう上げて、よしよし、これでいっとこう。ではでは、いっときましょうか。いっときましょう、いっときましょう、白菜な。うん、熱いけどうまいわ。豆腐、豆腐、うん、うまいな。マロニー、マロニー、マロニー食べるのも久しぶりやな。あっち、うん、あれ、あんまりない。うわ、これ何、あ、こう野菜の塊あるやん。あ、でも野菜な、ある程度入れておく方がええかもわからんな。ちょっと待って、これ、これも、これもちょっと待って、あの、フグの残党や、残党、残党やから。え、こっちにもあったっけ。あ、フグついてんの、あの骨付きあったな。あ、今日は、いいや。うん、うまい。あ、こっちがな、骨付きや。骨付きでもさ、ポロッと取れるやつはええけど、なかなか取れへんやつは難しいよね、うん、難しいよねって、苦手やよね。うん、うん、うまい。あっち、汗が出るわ。そうか、フグ、フグの骨付き。あ、この骨の前にコリコリしてんな。うん、うん、そうか、うん、コリコリしようなこれ。うん、そうか、で、野菜が、おいで、ビール。あ、これもうまいな、のどごしゼロ。もうぼちぼち、あれ、揚げて、で、なんか、何があった、なんか、なんか、なえ、何が入ってたこれ。白菜、白菜、これはね、フグの身入ってる。身、身な、こっちどけて、で、ちょっと、あ、こっちも身入ってる。身、身、身っていうか、何よ、骨付きやな。で、野菜、ある程度揚げとく。野菜、あ、ここまだ身あるやん。うわー、でかい身あるやん。よっしゃ、これちょっと揚げとこうか。よっしゃー。ではでは、
すごいいただく。あ、これミーや。ミあ、魚介の風味がやってプルプル食感っていうかな、うん、あのフグね、プリンプリン食感っていうかな、なんかそんな感じすんねん、うん、なあ、なかなか骨ついてるところは食べにくいんだけどな、うん、これがまあ玉ねぎですよで、あと何ありました？もうあれ大型ないないっていうか、ちょっと野菜だけあげとくか。野菜な、もうミーとかないな。よっしゃ、ならちょっと締めにかかってみようか。よっしゃ、ちょっとこれ豆腐とかはこっち置いといた方がええわ、うん、で、このぐらいの何ていうの、野菜はちょっとこっち置いといて、せやな、どのぐらい、このせやな、このぐらいでええか。よっしゃ、このぐらいで何をすんねやって言うたら、ちょっと待って、やここで余ったお出汁をね、ちょっとずつこれ取っていくね。こうやって取っていくんですよ。もうええ感じかな。ちょっとこのぐらいお出汁取るでしょ。取ってで、ここで何をするか、雑炊を作ろうとしてるわけよ。ちょっと待って、そやな、このぐらいでええな。で、ミーとかちょっと入ってるから、ちょっと待って、その前にまあいいわ、ちょっと待って、その前にご飯やということで、今ご飯持ってきたの。これちょっとご飯とりあえず入れようか。ご飯だってもうええだし取れてるやろ。だからご飯ちょっとここに、よっしゃ、いけー、ご飯ね、ご飯をこう入れて、で、これで煮込む。しゃ、これええ感じになるんちゃう？絶対うまい感じになるよな。ちょっと火強いから、ちょっと待って、有名にあって、その間にちょっと何よ、あの野菜いってみます。あ、これ、うん、ウェルウェ、めえ、で、もうええか、もうええ、ほらええ感じできてきてきてんじゃん。で、ここに私風で言うんやったら、軽くポン酢こんな感じ、このぐらい入れて、で、これせやな、これでちょっと混ぜる、これでちょっと混ぜよう、これでちょっと混ぜる。ほら、だしの量やろ、これ絶対、ほれええ感じやろ、これ、ほら、ほんで、ここに卵ですわ。卵こう溶いた卵を、ちょっと待って、今蓋を用意してな、溶いた卵をこういくわけよ、こうね、よっしゃ。ほんで、これで蓋するわけよ。よっしゃ、いいか、いける。で、これでちょっと蒸してみよう。で、その間にお鍋っていうか、こっちに残った野菜を全部いただく。うん、うまっ、うん、うまっ、おいでみ。もうええ頃かな、もう吹いてきてるし、もうええ頃やろ。ちょっと待てよ、もうあげよう、あげよう。3、2、1、どうや、ほら、ええ感じやんか。で、ここにや、私大好きなネギをパラ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 、どうや、ほら、ええ感じやろ。これで完成や。もう火切っとこめっちゃうまそう。ということで、ではいただきましょう。こう混ぜてね、あとはもう混ぜるだけ。ほら、美味しそうでございましょ。雑炊
このフグのお出汁がたまらんで、これちょっと、うわー、これほら、このご飯たまりませんよ、これめちゃんこうまそう。いただきます。いただこう、いただこう。うまっ、ええ感じな。このちょっと ポン酢の味がすんのに、これ何ていうの、フグの出汁が出てんねん。うまい、うまいな。雑炊か。あー、いやー、うまいな。うん、このちょっとポン酢味ついてるってのが最後やな。あー、このご飯雑炊、最近ちょっと雑炊にハマってるかな。お鍋の残りの豆腐、うん、あー、うまい。あー、ビールビールビール入ってない。うん、ビールビール。あー、じゃんじゃん行こう。うまいわー、飯。鍋の締めにうどんとかもええけど、ほら雑炊うまいな。あ、でもだ、入れよう。うまい。あ、これあれやん、フグの身も入ったねやん。身も入ってあるし、もちろん全部入れとく。うわー、あちゃ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 、熱いって熱いって熱いって。うわー、うまそう。よっしゃ、全部入っちゃった。めっちゃええ感じ。ではでは、いただきましょう、いただきましょう。この雑炊ええ感じやな。あれ、フグの身どこなかった？え、フグ、あったた、フグ、え、あれ、フグの身取ったやね今。うん、あ、これや、フグの身。フグ独特の食感と香り、風味、ええわ。うん、磯の風味。この海鮮、え、海鮮物、海鮮物ちゃう、魚介類、魚介類って、この磯の風味がええよね。ビール、あー、うまっ。うん、たまらんなぁ。何やねん、ほんま今日はね、鍋しようかなと思って、あの、たくらんどってん、ずっと。でもその、てっちりしょ、てっちりっていうか、ふう鍋ショートは全然変わんねえね。でも、真田さん行ったら、もうそのパック見つけて、うわっ、ふぐや、絶対これしょこれやって。でも、ふぐって今までやったことなかったでしょ。だから、まあまあ、僕もやりたかったし、皆さんもまあ、ご覧になっててどうかなと思って。うん、この汗かきながら食べる鍋たまらんよ。あ、だからあれね、大概僕、まあ今日も長袖やけど半袖着たりもしてんよね。なんやかんやっとったらやばい、熱いもん。うん、うまい。雑炊にしまええな。鍋の後に雑炊、最後やで。てっちり、てっちりはほんま最後やな。この間どっかのスーパーでな、ライフさんやったから見つけて、高かったやん、4000円とかやったから。だからあまりにも買われへんかったよ。でも今日1980円で見つけた時に速攻買おうとか思って完食、うまかった。はい、でいい。
喉越しゼロもまあまあいけるな、まあまあいけるな言い方なんじゃろ、そのアクアゼロに比べてのええ感じかないう感じね。ご存知のこともね、まだ今アクアゼロあるんやけれども、一応製造自体はもう終わってるらしい。だから、ね、市場に出回ってるのはその豚屋さん、にあるだけの話やから、もうすぐ変わるからね、何しようかなって、まあ、まあ考えて、まあまあちょっと前の動画から言うてるけど、うん、いうので、のど越しゼロ、そうで、ほんま本日はフグ鍋てっちり、ほんま何年かぶりのてっちりフグやわ、大満足で、この土鍋でやったらまた雰囲気が出る出る、うん、いうので、なんていうかな、また皆さんもよかったら鍋一つね、いつもやってる鉄鍋あるやん、鉄鍋とこの土鍋やるだけでほんま雰囲気変わるだけでね、雰囲気というかその鍋一つ変わるだけでね、ちょっとその意気込みというか気合が変わってくるわどういうことやねん、まあまあ何しろ見た感じがやっぱりお鍋やってるいう感じするから、これはこれでまだええと思うんで、なんだ皆様寒い冬はお鍋をやってみてはいかがでしょうかいう本日のてっちりフグ鍋この辺で終了したいと思いますね。ごちそうさまでした。